報道バラエティという名のもとに報道でもないバラエティでもない、ただし政治問題を扱うという本来の報道倫理規定にかからない、非常にグレーなゾーンで報道まがいのものが行われているというところに大きな問題があるんだと思いますね。今ですね、財務省の福田次官がハニトラをしたとメディアが言っており、セクハラをしたとメディアが言っており、これがどういう意味を持っているのかというのが大きな話題になっているわけですね。で、その被害者というのはテレビ朝日が会見を開いて、テレビ朝日の女子記者であるということまで分かっているわけで、でこの記者なんですが、いわゆる、上司に対してセクハラが行われているから対処してほしいと言ったんですが、上司はそれを放置したというところまでこう事実関係として分かっているわけです。で、要はここにおいていわゆるパワーハラスメント、嫌だと言っているものに対してテレビ朝日は取材を強行させたという事実は残っている。ここまでは間違いがないんですね。これはパワハラに該当する可能性が高いです。ただしこのセクハラが本当に行われたかというのは福田次官側は否定をしており、訴訟に持ち込むとしているわけですね。これに関しては分からない。テープが確かに公開はされましたけれども、このテープの内容というのが切り張りであった、継ぎはぎであった、そして秘密の録音であった、いわゆる本人に許可を取らない録音であった。まず許可を取らない録音というものが証拠能力をどこまで持つのかわからない、そう裁判において証拠として採用されるかわからない、まして編集されたテープに関してはこれは証拠能力ゼロです。ですからそういう意味においてセクハラが行われたという証拠能力が存在今していない状況なわけですね。でそれなのにかかわらずメディアはメディアスクラムを組んで福田次官を責め続けたと、で一部政治家野党などもこれに便乗したと、これっていうのは、完全な人権侵害ではないのかというのがまずあるわけですね。我が国においては基本的に推定無罪原則です。裁判で有罪が確定するまでは無罪として扱わなくてはいけない。まして今回の案件は刑事事件にもなっていない状況において、例えばこれがメディアが冤罪を生み出すことすらできるという実例を作ってしまった、今回が冤罪かどうか別ですよ。例えばメディアが個人の発言を切り取りして、今まで政治家たくさんの政治家やられてきましたね、本来の意味と違うところだけを部分的に切り取ってワイドショーで流して、その印象操作を行って政治家を追い込んでいく、森元総理のゴルフの件なんかが典型で、別の会場の別のゴルフの写真を映像を使って、解任に彼は追い込まれてしまった。これが過去にたくさん行われてきている。またこれがですね、テレビ局の命令によって記者を動かして、いわゆるくの一って言われるわけですけれども、不正な情報取得をさせようとしていたのであれば、これは一種のハニートラップではないかとも言えるわけですね。でセクハラの条件というのはセクシャルハラスメント、いわゆるセクシャル性的な嫌がらせであって、別に男性が女性を口説いてもこれはセクハラに当たりません。しかし女性側が嫌だと拒絶しているのに対してしつこく口説くような行為をすれば、これは明らかなセクハラです。また性的な言葉を吐くのもこれはセクハラです。しかしこれがわからないのは女性側の声が全く出てないもんですから、どういう質問に対してどういう答えをしたのかがわからないんですね。例えば誘導尋問があってそれに対して答えをしていて録音されていた、この場合はセクハラが成立するかというと成立しえないんです。ですからこのあたりも全く不透明な状態で一方的にメディアのバッシング、一部政治家のバッシングが行われて、時間の社会的地位を奪ったということも言えるんですね。これは明らかな人権侵害案件ではないかとも言えるわけで、
まあ、セクハラとハニートラ、ハニートラップっていうのもですね、これハニートラップを前提とした大臣の辞任案件というのがですね、海外で実際に起きたんですね。で、このこれはこれに関しては調査をした結果、これがハニートラップであったということで、大臣の冤罪が解けたわけですけれども、そういう事例も海外などでは起きているのは実例で、日本においてもかつて西山事件という毎日新聞の記者が行った一種のハニートラップ事件が問題になっているわけで、こういうことが起きうる状況にあるという今の日本の怖さですね。ですから一種のポリティカルコレクトネスで、ハニートラップ、セクシャルハラスメントとかですね、パワーハラスメントというと、そこを全く触れてはいけないような環境を作るというのは非常に危険で、セクハラをなくす努力は必要ですし、パワハラをなくす努力は絶対的にやらなくてはいけないんですが、だからといって冤罪や人権侵害を生み出してもいけないというのが大きなポイントになると思うんです。でもその切り張りして、それをそのまま真実のままメディアに出したら、一般国民はそのまま普通に信じちゃうじゃないですか。それってちょっと嘘をね、流してるっていうことで、それってなんか国民騙されてるんですか。それに関してはですから、テレビ朝日が視聴者っていうか、私なんかもあひどいと思っちゃいました。テレビ朝日が記者会見の席上で音声が切り張りされている、編集されているというのを初めて認めたわけ で、要はですね、だって最初の初動段階ですよ、はい、被害者が誰かわからないわけですよね、はい、被害者が誰かわからなかったら謝罪のしようもなければ、はい、セクハラで成立しないですよね、はい、被害者がいて初めてハラスメント、嫌がらせが成立するわけです、はい、でその時点からもう完全に犯人のように扱い続けたメディアが多数ありましたよ ね、うん、ね、また一部政治家なんかもそうですよね、うん、言論人もそうですよね。ここにまず一番大きな問題があるわけですよね。そして一番のこの今回の案件でですね、問題になるのは、実はこの見えている案件でないところにあるわけですね。例えばハニートラップにかかっている人がいたとします、はい、今回の事件がありました。メディアを使っていくらでも社会的地位を潰せるという実例ができてしまったわけですね、うん、そうなってきた場合に、脅されて、そのいわゆるハニートラップをかけた相手に脅されて、好きなように、例えば政治家が政策を作る上で影響を受けたりとかですね、はい、うん、しますよね。企業が広告こんな会社に出したくないのに、うん、まあこれセクハラで訴えられたらやばいからって言って、うん、広告を出したりとかですね、うん、こんなことはブラックメールって言うんですけどね、はい、一般的にこんなことが起きている可能性があるわけですよね。本当ですね。過去においてもいわゆるハニートラップ案件、政治家で言えば、まあ、複数のね、谷垣さんなども話題になりましたし、うん、山崎拓さんなども話題になりましたけれども、これ出ているのはあくまでも氷山の一角で、出ていないのが一番危険なんです、うん、っていうのは、出ていないということは脅され続けている可能性があるわけです、うん、そうですね。ですからこの問題を解決する上で一番大切なことは、まずいわゆる今の制度の中でどこに問題があるか、当然ハニートラップ、セクシャルハラスメントはなくさなくちゃいけない、パワーハラスメントはなくさなくちゃいけない、でテレビ朝日と記者との間においては明らかなパワーハラスメントがあったと推定されるわけですね。変えてくれというのに変えなかったわけですから、彼らが言う言い分を信じるならば、ということはこれに関してはいわゆる第三者委員会などを作るなり、まあ、厚生労働省がですね、そういう実態調査をするなりしてですね、徹底的にパワーハラスメントがメディアの中にないという状況を作っていく必要がある。そしてもう一つの問題、大阪地検特捜部の、検事が、人間が情報をリークしているのではないかという疑惑がありましたよね。この時法務省の担当官はですね、公務員が特定の相手に情報を漏らした場合、情報漏洩罪に該当する可能性が高いと明言しているわけです。ですから官僚も、いわゆる企業官僚も、トップの人間もですね、記者に、特定の記者に国家機密に該当するような情報を流してはいけないわけですから、うん、そもそも今のその取材体制そのものが間違ってるっていうことなんですよ。
そしてですね、もう一つの問題、記者クラブの問題ですね。日本には記者クラブというのがたくさんあるわけですね。財務省であれば財検というところがあるわけです。で、この記者クラブと記者たちが癒着しているという疑惑があるわけですね、うん、ですから記者クラブ制度を全面的に解体すべきだというのも一つの意見であると思います。そしてですね、日本の省庁の問題として、誰でも入れちゃうんですよ、うん、本当にセキュリティ甘いですよね。甘いとかないん、荷物は通すけどそれ以外ね、はい、人は中入っちゃうとこう札先ってどこでも自由に歩ける。議員会館もそうですけどね、はい、で本来であれば担当者と、例えば相手がいて担当者がいれば担当者と会うことしかできないはずなのが、うん、どこの部屋にでも一回入ってしまえば自由に移動できちゃう。そして記者証というものを持っていると、うん、どこの省庁でも自由に歩き回れちゃうんですよ、うんね、それからしてね、ちょっと問題ですね、これがね一番の問題なんですよ、うん、っていうのは国家機密を扱っているのが省庁なわけですから、はい、記者も入れてはいけないわけです、うん、用事があったらアポを取って個別に、その部屋まで行くことはできるでしょう、はい、また記者会見場で記者会見で質問することもできます。これは自由です、うん、しかし特定の記者が勝手に省庁の中を歩き回っているような状況は絶対的に排除すべきなんですね、うん、民間企業の場合、セキュリティレベルの高いちゃんとした民間企業の場合、我々が行ってもですね、携帯電話を預けたりとかですね、特定の部屋までしか行けなかったり、うん、セキュリティゾーンといってここまではいいけどここから先は一般の人は一切入れません、うん、ときちっと分類されてるんですが、うん、省庁にその制度が今ないんですよね。だから記者が歩き回ってる平気で、自民党本部とか各政党の本部もそうですけれど、はい、うん、これをまずやめさせないといけないんだと思います。テロ対策とかもつながるんですよね、結局はね。そうそう、オリンピック前にテロテロってオリンピックばっかりですけれども、アメリカも私も10年以上前ですけど本当に厳しくて、はい、省庁入るときに必ず一番厳しいのがエネルギー省、おそらく核の、ね、情報があるからだと思うんですけど、入るときにコンピューターとか全部出してください、コンピューターの裏のそのシールの番号までチェックされるんですよ。でホワイトハウスの場合は入ると会見場まで行くと、そこで必ず携帯は全部このトレーの上に出してください、そこで今度ので、まあ、アポの相手とそれを話して、で帰りに忘れずにって取っていく。それであとロッカーがあったり、エネルギー省の場合ロッカーにちゃんと全部の荷物を預けて、そう、何もないでどうぞお入りください。で国務省の場合はですね、もう玄関先に秘書が迎えに来るんです。その人と一緒じゃないとその相手に会えない。で帰りも必ず送ってきて、で送って、あ、もうこの辺でさようならって挨拶して出ようとしたら、もうガードにすぐチェックされる。あなた誰と来たんですかって、今誰も周りにいませんでした。本当に1メートルぐらいですよ。それだけでもその人がすぐ行っちゃうと、それだけで注意されてね、本当に、あ、厳しいなって実感しましたよ。いや、まあ、厳しい、その人も行かないでくれよって感じですね、まあ、厳しいというか、それが世界の常識であって、うん、セキュリティの系の民間企業なんて全部やってる話なわけですよね、うん、最近出版社などもかなり厳しくなってきている、うん、でこれがなされていないというところに、うん、日本のお役所の問題があって、うん、これはですね、今だったら財務省いくらでも予算つけてくれるでしょうから、全省庁のセキュリティアップと記者クラブの解体、それといわゆるこの問題を解決する一つの方法として、官僚とかいわゆる政治家が非公開の場所で特定の相手、取材対象となる記者とは会わない、うん、そうですね、会話をしないということをルールとして徹底すればですね、うん、何の問題もないです。これを徹底することが逆に言うと、秘密漏洩罪という犯罪ですからね、これ、はい、公務員が特定の人間に秘密に該当するものを話すっていうのは。ですからこういうことが生じない環境を作る、環境作りが非常に重要なんではないかと。でこれが今まで一種の特権化していて是認されてきたことこそが一番のこの本質的問題であって、こういうセクハラまがいな、ハニートラップまがいな行動が起きうる環境を生み出してしまっているとも言えるわけですね。でまたこれはですね、企業も同じですから、企業も今証券取引所はですね、 IR といって正式なコメント、正式な発表以外のものは極力するなとされているわけで、企業の経営者担当者がメディアによって
脅されてる可能性はいくらでもあるわけです。ブラックメーラーとかですね、昔羽織ごろなんていう業界誌なんていうのもありまして、恐喝まがいの業界誌もあったという事実もあるわけですから、そういう意味においてもうこれからメディアも政治家も官僚も公開の場以外で個別に記者と会わない体制を作る必要ができてきたのではないかと、逆に言うと今回の案件はメディアの自殺だったのではないかと言えるわけです。鈴木さんは福田元次官のセクハラはどう思ってたんですか？セクハラじゃないですか、セクハラ疑惑、はいはい、でもハニトラとセクハラってね、まさに今回の渡辺さんの提示にはこれ表裏一体だなと本当に思って、ハニトラにかかった人が本当にセクハラって言われるのが怖いからずっと黙っている、うん、で今回のね福田さんのはまあ切り張りとか今いろんなこと私もね教えていただいて、うん、えってびっくりして、やっぱりメディアの倫理の問題で、ただちょっとあの悲しいのはやっぱりトップの日本の教育は間違ってる、うん、これセクハラじゃないんですよ、はい、私としてはやっぱりトップのね、まあ、東大エリートもまあ財務省のエリート、まあ、一番上の方のが、ね、ああいう汚い言葉を吐くのはちょっとなんか日本の教育大丈夫かな、うん、文部科学なんですか、元次官もなんかいらしてた場所が素敵な場所だったようですしね、なんかあとあの新潟県知事の方も ね、なんか何でしょうっていうことでなんか、ね、立派 なんか東大エリさんにハーバードにっていうびっくりするようなもうみんなが憧れるような経歴をお持ちの皆様方がこんなんで日本の教育大丈夫かな本当思いますね、まあ、あの学歴と頭がいい悪いとそうだからね本当に倫理とかあと記者の方もそうかもしれないんですけど、はい、倫理観やっぱり 知識ばっかりとか知育ばっかりで本当に得意とか心の問題がね本当に置き去りにされてるのかなって本当思います、まあ、ただ報道倫理からするとですね、うん、こういうあのハニートラップまがいの取材って本来認められていないわけで、実際にそういうことが行われていたということが明らかになったわけですから、これによってですね完全にそのメディアといわゆる取材対象者との間の信頼関係というのが瓦解してるんですね。今回はハニトラだったんですか？いや、わからないです。でもね、そのセクハラ問題もメディアにいろいろ働いてた人を聞くと結構メディアの中がすごいらしいんですよ。なんかいろいろセクハラ、うん、あの時間のセクハラって言ってる人が実はね、うん、なんかすごいなんかセクハラやってた人とかいうのをもういろいろ聞いちゃったり、私も例えばそこに働いてた人の話を聞いたりして、うん、だやっぱりねちょっとメディアからこれを問題をそういうふうに言いたいならまず自分からというか中からもうちょっときちっと姿勢を正してほしいなと本当思いますね。今起きてる女性から本当言いたいと思います、はい、もう今起きてる問題としてですね、実際に今あの全国各地各所でですね記者懇談会、例えば官僚とか政治家と記者との間の懇談会っていうあの非公式な会合ですね、これが全部順番にあの中止になっていってるんですね。ですからもうその話したことをオフレコだって言って話していることをテープに取られて報じられる可能性があるということになった時点でもこの記者懇談会が崩壊し始めた。でもうメディアが取材源をどんどん今失っている状態になりつつある。で逆に言えばですね、これから何々筋によるとというリークス情報が出てきたら、もしそうであればそれが情報秘密漏洩罪に該当する秘密漏洩が行われた可能性があると、一種の犯罪行為を行ってメディアが報じている可能性すらあるということになるわけで、これからメディアの方はかなり追い込まれていく形になるのではないかなというのが正直なところですね。自分で自分の首を絞めちゃった、ね、自分で自分の首を絞めたというのが一つある、まあ、切り張りはされているということなんですけど、そこのところ、まあ、切り張りはされてはいるけれども、あの声がね、もし本人のものだったらああいうことを言ってるのは確かなんで、言ってることは確かなんですが、その質問がどういう質問だったのか、もし誘導尋問なりあのその前提となるものがですね別の何らかの話があって、それで本人に対して言ってない可能性もある。例えば飲み屋の女性に対して言ってる、まあ、言うこと自体は良くないですよ。ただ週刊新潮にはその文字ではねこのやり取りは書いてあるんですよね。でただその証拠となるもエビデンスはないですよね、うん、あとね週刊新潮は持ってるんでしょ。でもなんかいや持ってるかどうかっていうのも持ってると言っているだけで分からないもんですから、ですから今あの財務省側はきちっとその女性も含め、うん、
事実関係全てのテープを聞いて事実関係を検証する必要があるということでテレビ朝日に対してそれを求めてるわけですが、テレビ朝日が応じていないというのが今の状況なんですよね。あとね、このタイミングでこういうことがね、切り張りまでして出さなきゃっていうのね、なんか家計があったり森友があったりして、そこでなんかほら反安倍みたいなのがあって、それがうまくいかないとこういうのが出てきたのかなっていうね。財務省が公文書改ざんで一番大変な時に、その時期にやったセクハラだからニュースバリューがあって出たわけですよ。だからそれが本当だったら、でもそれを切り張りしないで出した方がもっとなんていうの、それそのなんていうの、ちゃんとセクハラはね、いやというかね、で要はね、売れる時に、メディア週刊誌って売れる時にやっぱり記事出すんですよ。でも売れない時にやったって記事には出さないので、商品にならないので、ただその程度でしかないものに対して国会議員も乗っかって、あの新聞とかいわゆる一定のですね、あの倫理観を求められる週刊誌以上のメディアまであの便乗してやってる。だからこのワイドショーそのものが非常に大きな問題、報道バラエティという名のもとに報道でもないバラエティでもない、ただし政治問題を扱うという本来の報道倫理規定にかからない、非常にグレーなゾーンで報道まがいのものが行われているというところに大きな問題があるんだと思いますね。